このタツノ地区も充電圏に選定されてから5周年になるんですね。そうなんですよ。それでね、今日はそのもっとこの地区を知ってもらいたいために子どもたちが集まるイベントがあるんですよ。いいですね。しっかりリポートをねお願いします。いや、もちろんですよ。本当にね楽しいイベントで。あれ、シムさん、この人迷子ですかね。声かけてみますかね。そうしましょうかね。こんにちは。どうかされましたか。私、辰之助と申す商人でございますが、お城に行こうとしたところ、よくわからないところに出てしまったようで、皆様方、ここがどこかお分かりになりますでしょうか。辰之助さん、その格好、もしかしてタイムスリップ。今ね、2024年なんですよ。そうでございますか。ただ、街並みを見ていますと、私が暮らしていた時代とよく似ているような気がいたします。あ、そう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 、これ江戸時代の地図ね。これ今とねほとんど町割りがほら一緒なんですよ。私もこちらは見覚えがございます、うんうんうん、町割りもね変わってないのがこの地域の魅力の一つなんです。一つということは他にもポイントがあるんですね。そう、それをこれからのイベントで皆さんに紹介するので早速行ってみましょう。あ、そうしましょう。イベントは辰野市立中央公民館で開催されています。辰野市内の小学校に通う児童20人が集まるこのイベント、名前はズバリキッズ辰野学、充電券をゴークラリーデンデケーデン。キッズ辰野学というのはどういった取り組みなんでしょうか。はい、辰野市にはですね、文化とか歴史とか産業とかいっぱいですね誇れるものがあるんですけども、子供さん方ね意外とそれ知らないことが多いんじゃないかなと思うんですね。だそれを体験を通して皆さんに知っていただこうという取り組みです。地元のことについてよく知ると地元愛って深まるものですよね。そうですよね。子供の時からねそういったものを知っていると大人になってもねやっぱり辰野良かったなということになると、そういうのにつながると思ってます。いや、素敵な取り組みですよね。今日はどういったことを楽しめるんでしょうか。はい、今日はですね充電券地区ということなんですけども、中央公民館がね建っている場所がその充電券地区の中にあるんですね。ですので今日は街中のいろんなデザインをね歩きながら体験してもらおうという取り組みです。まずこのグループがやってきたのは辰野藩の家老屋敷の門と伝わるこちら。門にお殿様の宝だったよという証拠が書いてあるよ。どこだ。輪っかのマーク見える？これね、お殿様のマークの輪違い門と言います。で、みんなには瓦に注目してほしいんだけど、平たい瓦と丸い瓦を組み合わせてここの瓦できてるんや。できたやろ。ほんでここにお殿様のマークが入ってるというね、本瓦っていうよ。続いてやってきたのは大正時代に辰野醤油同業組合が建設した旧組合事務所。こちらのガラス見てもらえますか。ここは小さなガラスがちょこ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 っとありますよね。わかります。うん、大きなガラスが作れなかったんで、ちっちゃいガラスを作りましたということになります。ちょっと面白いのがね、昔のこれ大正ガラスっていうんやけれども、そういう技術がなかったからほや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 というガラスになってます。そういう特徴がありますということです。風情ある街並みを歩いてやってきたのは上川原地区にあるこちらの住宅。特徴はこの駒寄せと呼ばれる柵。昔車の代わりにあるものが荷物を運んでました。馬。そう馬、馬がね荷物運んでた時代があったんです。または牛とかね、そういう時に牛とかね馬をねこうぶつからないようにね、
そういった柵を作ってるんです。牛や馬をつなぎ止める役目もあって、これこういったね鎖もあったんです。ここへこうね紐でつなぎ止めてたっていう、そういうのが残ってるんです。次にやってきたのは薄口辰野醤油資料館の向かいにあるこの趣のある建物。向こうをちょっと見てもらえますか。あれが蒸し小窓って言います。なんで蒸し小窓っていうかというとね、蒸しかごって知ってます？カブトムシ入れたりスズムシ入れたりする、これは見たことあります。でこういうのにこの縦の線が似てるから、この線がね似てるから、これは蒸し小窓って言います。で物置にするために暗いとダメだから、明かりを入れるためにああいうのをつけました。でこれはね、どちらか近畿地方に多いんだってね。最後は中央公民館向かいのこちらの住宅です。2階の屋根と1階短い屋根があるでしょう、うん、その間に四角いものがついてるでしょう。こっち側も白っぽいのがあるし、向こうにも四角いものがついてるんです。ふだつ、こんな字書きます。難しい字でしょう。ここら辺ね、町いっぱい建物あるでしょう。隣に火事行ったら燃え移りやすいわね。だからそれをちょっとでも防ぐためにああいうものをつけてます。でこう屋根自体に泥棒がね入る可能性もあるから、邪魔するようにああいうものをつけてますね。辰野のね町の中にいろんな格好のうだつがあります。ここに住んどっての人がみんながね昔のこういうデザインを残していこうということでねやっとってんです。今日は驚いたことはありましたか？驚いたことは虫小窓がなんか物置でちょっとあの隙間が空いてるのはなんか光が入るようにっていうことにちょっと驚いた。辰野のいろんなことが知れて楽しかった。瓦の模様がそれぞれ違うところが面白かった。これから辰野のどんなことを知りたいですか？昔の建物とかの種類とか特徴を知りたい。今日は参加してどうでしたか？楽しかったです。よかった。どうでしたか？面白かった。昔の家にもいろんな工夫があったことが知れて楽しかったです。辰野のどんなところ好きですか？地場産業が豊富でいいところ多いもんね、うん、そうめんも美味しいしね、うん、お醤油も美味しいね、うん、街並みが好き。綺麗だよね。子どもたちにはこれからももっと地元の魅力を知っていってもらいたいですよね。そうですね。今後はどういった計画をされているんですか？はい、例えば醤油とか、醸造の、ね、文化を知る講座とかですね、毎年3月にね平流しやってます。その流し品を作る講座とかですね、楽しい講座も含めながら1年間やっていきたいと思ってます。また来年以降ですね、市内には日本遺産の室津とかですね、新宮には宮内遺跡もあったり、揖保川にも庄屋の跡ですねがあったりとか、いろんなものがありますので、そういったものを来年以降取り上げていきたいと思ってます。これから公民館はどんなふうに活動していかれますか？はい、公民館ではですね、いろんな高齢者とか年代別の、ね、講座とかもやってるんですけども、いろんな人が参加できるような講座をですね計画しておりますので、たくさんの方年代問わずですね、男女問わず来ていただけるようなことを考えていきたいと思ってます。いくつになっても学びたいっていう気持ちは起こりますのでね。そうですね。皆様お待ちしております。辰野地区が充電圏に選定されて5周年となりますけれども、はい、今どういったお気持ちでいらっしゃいますか？そうですね、私も初期から携わってますので、ここまで5周年来たなということ自体がね、切にありがたいなと思いますね。住民の方にご協力いただいてここまで来たと思っているんです。そしてまた行政の方にもいろいろとお力添えいただきまして、5周年に差し掛かるところだと思うんです。5周年の記念事業もあると伺ったんですが、はいはい、つなごう未来へ辰野の街並みをスローガンに、辰野街並み保存会と行政の力を合わせて5周年の節目にふさわしい事業を展開させていただきたいと思っております。具体的にはどういったことをされるんですか？5周年
記念としてポスターを田園地区に貼って周知させていきたいなと思っております。で、魅力ある事業を計画しておりますので、辰野市広報やホームページをぜひご確認いただいて、辰野市また来ていただきたいと思っております。これからどんなふうに活動していこうとお考えですか？そうですね、まあ、やはり先人が築いてきた歴史ある町並みですので、未来へバトンタッチする活動に邁進してまいりたいと思います。皆様ぜひ辰野住田建築へお越しください。みんなで盛り上げていきたいですね。はい、ありがとうございます。私どもの住んでいた時代の面影が今にも残っていて嬉しいでございます。そうですよね。辰野住田建築にお越しの際は、江戸から続く町割りと、あと今日イベントで紹介したような建物をじっくりとご覧いただきたいですよね。そうです。上を向いて歩こうですね。そうなんですけど、やっぱりね、車に十分気をつけていただきながら、そうそう、すれ違う人にも気をつけてのんびりとご覧ください。